はい、皆さんこんにちは。ゆかジェネレーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はスペシャル回、もう前置きはいりません。サムネイルで出てるでしょう。登場していただきましょう。三木蔵の、まあ、古い友人でもあります、僕の先輩でもあります、兄さんでもあります、メンターでもあります、尊敬もしてますが飲んでくれても昔いました。そんなこの人が今こんなことになってます。はい、小野龍子さんの登場です。こんにちはこんな声ですいません。そうなんです、もうご自分で説明していただいていいですか。そうですね、はい、あの久しぶりに声を発する。1ヶ月半ほど誰とも会わず、はい、まあ、こもっておりまして、はい、日本に3日前に来て公演3日間やらせていただいて、喋、うん、りすぎですとか気温差乾燥ですとか、まあ、言い訳修行不足でこんな声で申し訳ございません。枯れたということですね、はい、声を失いました、はい、でもせっかくね近くにいるということで駆けつけてくれて、さっきねライブを1時間ぐらいお話しさせていただいて、そのライブはもうすでに上がってますのでね、まあ、非常に深い話、瞑想についてちょっといろいろお互いに考えてることとかいろいろ話してますので、よかったらご覧ください。今日はねせっかく動画なので、どうだろう、いくつかのテーマで撮らせていただければなと。でやっぱり小野さんといえば、まあ、僕が聞きたいこと、今日テーマこんなことどうでしょうかと。生きづらさを感じるそんなあなたへみたいな、ちょっと今間を取って喋りましたいやなんかヨガでもねそうなんですけど、やっぱりこう幸せにつながるものとかね、人生をよりよく生きるにはって永遠のテーマとしてあるんですけど、とは言ってもこのこと東京大都会生きづらいなぁなんていう、小野さんもさっき言ってたじゃないですか、満員電車に久しぶりに乗ったらもうすごいなんか大丈夫って思う風景が目の前にあったみたいな、でこう維持生活で生きられてる中で生きづらさを感じてる人に何か小野さんなりにシェアできる話ってありますか。あります。あります、ありがとうございます。まあ、ありますというと大げさなんですけども、もういきなり結論から言ってもよろしいですか、うんうん、はい、ぜひぜひ。いろんな悩み事ご相談を日々、まあ、いただく機会が多いんですけれども、うん、皆さんにお勧めする4つがありまして、うん、4つ、はいはい、早起き、散歩、挨拶、掃除以上なんですね、はあ、でこれは、まあ、自分の実体験も込めてますし、いろんな方にお勧めする中でそれによって変わりました、うん、まあ、生きづらさという表現のある時もありますし、うん、何かそのまあ、自己肯定感が生まれたっていう表現のあることもありますけれども、ポジティブなマインドに変わるって方が結構多いですし、お金もかかりません。でこれはまあ全部意識にやる必要はなくて徐々にでもいいんですけれども、まあ理想は朝早起きして散歩に出かけて、朝まあ人が少ないので挨拶もしやすいので挨拶をしながらゴミ拾いをするって、これパーフェクトコンボなんですけども、いきなりそこまではできなくてもいいんですけども、どれか一つからでもやるっていうのが、実はそのなんでそれが生きづらさって感じらっしゃるかもしれませんけれども、うん、僕は結構実践的な方法なんじゃないかなと、うん、生きづらさを解消するかもしれない一つのと思ってます。なんかそれがなぜそうなのかをもう少し踏み込んでもいいですか。はい、はい、まずその生きづらさっていろんなものがもちろんあると思うんですけども、うん、これはあくまでも自分のところにいただくご相談の中で共通して感じるのは、やはりその自分に自信を持てないっていう苦しみっていうのは根っこにあると思うんですね。自分に何かすごい強い信念とかあれば、なんかいろいろと生きづらいことはあっても、まあそんなもんだって別に跳ね飛ばしたり泣かせたり、でもやっぱりその、まあ、純粋な方ですとか向上心が高い方ですとか多感な方ほどですね、それをギュッとやっぱり受け止めて苦しむと、で苦しんでる自分に今度苦しくなって、で自己肯定感自信が失っていく、で小さな成功体験とか小さな自信をいかにつかむかというのがいかに大事かって僕は思っていて、朝早起きできた、私早起きできた、素敵ですとか、挨拶って結構ハードル高いんですが、一番おすすめはコンビニで商品を受け取るとき、スーパーで商品を受け取るときにありがとうございますって一言、もしくは交通整理している方にありがとうございますって、もありがとうございますっていうと、言った側もこれまあオキシトシンだと思うんですが、幸せ感、まあ、自分を肯定する気持ちも生まれてきたりしますし、あとゴミ拾いなんか分かりやすいんですけども、これ家の中でもいいんですけども、まずやっぱり見た目がきれいになるとなんか気持ちよくなるし、でそれができたっていう、まあ日常でもやってらっしゃる方いるかもしれませんけれども、普段やってない方であればあるほど
あ、なんかちょっと違う自分にできたというやっぱりちょっとの自信、うんうん、っていうのが生まれる。で散歩はどちらかというとこれ肉体的なセロトニン、特に朝の散歩は朝日を浴びて、うんうん、まさに有田先生じゃないですが、うん、セロトニンが出て脳内リフレッシュされる、うん、まあ、これですね結構本当に実感値でして効くんじゃないかなと。でその中でいろんな生きづらさって多種多様あると思うんですが、うん、まずは 一つの最初のステップは、うん、自分、まあ、頑張れてるんじゃん、うん、自分大丈夫なんじゃん、うん、というところをまず掴んでもらえるとそこから少しずつ変わっていけるかなというふうに思いますね。ね、ボールをポンと投げたらなかなかのすごい真ん中に返ってくるというのがいいですね。早起き、散歩、散歩、お掃除、挨拶、お掃除、はい、ね、シンプルじゃないですか。とてもいいですね。これ全然話は変わりますし、笑っていただいて結構なんですけど、ミキゾーはこの YouTube 通じていつも欲しがるんですよ。コメントをくれとかね、特にライブとかでね、何かご挨拶くれと。あれも実はですね、この早起きとは違いますけれども、これ何か扉が開く、でそれで一人じゃないとか、一人でこう一方方向で受け取るとそれだけなんですけど、なんか双方向のやり取りがあると、なんかその人の人生にとって何か気づきが降りてくるんじゃないかなと思ってやったりしてるんですよ。だからどんな話でも根っこは一緒なんだなと思って、小野さんが言うとね、例えも含めてなんかアクエリアス清涼飲料水みたいになんか爽やかに聞こえるけど、力蔵が言うとなんか暑苦しく聞こえてしまいますが、一応根っこでは同じなんじゃないかなと思ってまして、なんか生きづらさの一つになんか一人で孤独っていうところもなんかいろんななんか悪い作用になってるんじゃないかなと思ってて、全然一人じゃないんだよっていうところ、僕もね孤独感感じること、まあ、今あんまないですけどありました。だけどこういう人が隣にいてくれるっていうところが僕の一時の支えになったのも事実でございますから、よかったら皆さんアクエリアス小野のそんな早起き、散歩、挨拶、掃除、そしてミキゾーからはコメントをくれいかがでしょうか。まさにその、はい、やっぱり人間って、うん、もうこれ生物学上そうだと思うんですけども、はい、やっぱり繋がってないと当たり前、生物本能として不安だし、はい、生きづらさって感じるものだと思います。でそんなことすらもまずいけないのはやっぱりその徹底的にやっぱり自己肯定感を失う時ってあると思うんですね、うんうんうん、人とつながるのすら怖いって、うん、だからこそ実はその先ほどの4つって、うん、順番が結構あって、うん、まず早起きとか散歩って一人でもできる、うんうん、はいはい、でそこで小さな成功体験から今度お掃除挨拶って人とのつながり、うんうん、確かに、そして感謝にもつながる可能性がある、うんうん、で感謝の気持ちが生まれてくるとありがとうとかってなってくると、うん、ありがとうって言葉を発するだけで、うん、ちょっとですね心が豊かになる、うんうん、そうするとその人との接点に対してのステップを踏みやすくなってくるっていうことじゃないかなと思いますね。あと根っこで、根っこでこれも本当に悩んでる方におっしゃるのは、大丈夫です、大丈夫ですよ、でこれはまあ無責任なざれ事ですけどっていうふうに前提でお伝えするんですけども、だって戦争も今ないじゃないですか、今のところ災害、まあもちろん日本で災害も起きてますけれども、少なくともこれを見れるってことは電気もあるし、寒さに外で震えてるわけでもないですし、そういう方もいるし、おそらく、まあ、ある程度その健康で体も動いてたとかで生きてる、呼吸をしてらっしゃる、だからそれだけでもすごいことで、ありがたいことで、だから大丈夫ですよって、どっかで何か不安な時は無責任かもしれませんけど、大丈夫ですというふうに自分にも褒めていただけると、まずは最初のステップとして生きづらい時には大事かなと思って。別に小野さんヨガ業界にねいた人じゃないのに、まさにヨガクラスでよく出る話、この大丈夫っていうのも僕すごい好きな言葉で、そうやっぱり大丈夫ですよって僕は常に皆さんに言ってあげたいし、皆さんがその満ち足りて安定感をに至る結果になれば、今度は皆さんが皆さんの目の前の人に大丈夫だからねって言ってあげれるような、なんかこう連鎖が生まれればいいななんて思っております。いやいい話を。あ、そうですか。ありがとうございます。よかったです。いかがでしたでしょうか。よかったらコメント欄にね、リュウコさんに向けて、まあ、私に向けても嬉しいですし、何かコメントいただければ幸いですし、なんかよかった方はいいねボタンを押していただければいいですし、なんかチャンネル登録してね、今後また、定期的に出てもらいますのでね、追っかけていただければなと思っております。リュウコさんありがとうございました。ありがとうございました。もう何本か撮らせていただきますね。次回もお楽しみにということで。それでは皆さんまた。